一口話って感じで、今回はですね、レミニシェンザがね、土曜日の福島最終レース3着来てくれましたよ。まあ、芝ではね、やや頭打ち感があるかなっていうか、まあどうしても構想条件限られるなみたいなところがあった馬が、ダートでね、前目からレースを進めて、まあ前2頭捉えられなかったんだけれども、3着に頑張ってくれたというレースでした。まあ初ダートでね、2枠、2番枠ですね、まあ、内枠を引いてしまって、まあどうしたって砂かぶるだろうしな、まあ逃げだったらともかくちょっと内枠で嫌だなっていうところから、うまく松本博樹騎手が導いてくれてというふうにね、コメントにもあった通りだと思います。初ダートでね、これだけやってくれたら上出来ですよ。まあやっぱね、オルフェーブル3区はダートいけるな、よしだけでね、もちろん済ませてはいけないというかね、まあそこももちろん1点あるんだけれども、まあそれでもね、やっぱ内枠でね、いきなり初めて砂をかぶるレースっていうのは不安なわけですよ。まあそこで気が強いのがオルフェーブル3区のいいところみたいなところもあるんだけれども、まあうまくそれをね、もね含めて立ち回ってくれた松本騎手、最終コーナーでもたついたっていうのが、まあその初ダートっていうところの部分なのか、まあやっぱこの馬の限界なのか、それともまあね、松本騎手に原因を求めるとすれば、まあ、今通算32勝じゃないですか。これまで3キロ減で乗っていたのが2キロ減になってね、馬の反応ってやつがね、その1キロ分ちょっとね、本当悪くなっているはずなんだ。でこの1キロ悪くなっているっていうところ、まあ、もちろん2キロ減1キロ減減量なしと慣れていかなきゃいけないんだけれども、慣れていかなきゃいけない、そこにまだ慣れきってなかった松本騎手の責任じゃねえかっていう可能性はゼロじゃない、まあゼロじゃないけどね。とはいえね、それでもね、ダートでね、砂かぶらないようにうまく立ち回ってくれて、ちゃんと仕掛けてくれて、まあ前をね、捉えきれなかったのは本当残念だけれども、まあケチつけりゃね、そういうふうにね、お前だろってケチがもちろんつく可能性はあるなきにしもあらずなんだけどね、それ以上にですよ、まあちゃんとね、初ダートで内枠引いちゃって、まあ砂大量にかぶってやる気なくしたりしたら、今後の競争生命にも関わるな、今後のね、競争生活にも関わるなという中で、まあそうじゃない、ちゃんとした競馬をしてくれた、ちゃんと導いてくれたっていう点の方がね、もちろん大きいと思います。まあね、いや勝てなかった以上、そういうふうな、ここじゃねえのかって敗因探しをしたくなっちゃうのも事実なんだけれどもね、うん、まあそれは見つけちゃったお前だろうみたいな言いたくなる時はあるんですけど、まあそれ以上ですよ、まあそれ以上にね、ちゃんとこう今後に目処を立ててくれたってことが大きいと思っています。まあね、若い騎手ですし、いや逆に言えばね、減量減らしたタイミングだったんだ、ちょっとそういう意味ではあれだけれども、自力で減量減らしてね、こんだけ勝てて、去年18勝が今年も4月の段階で14勝しての減量減らしてですから、ここに来てガッと上手くなっている騎手ですよ。まあね、これを糧に成長してほしいなというふうに思っております。以上、ハッチーでした。